ここには何も残っていません。フォーロンは何でも持っていくんです。この船が見つかっただけでも幸運です。ガーディアンといえど船がなくてはシティを守れませんからね。ただし地球外で戦うにはワープドライブが必要です。それがある場所はあのコスモドロームくらいしか思い当たりません。フォーロンから一度生き延びたのです。二度目も大丈夫です。ガーディアンの船が最近ここで撃墜されたようです。フォーロンの手が回っていなければパーツを回収できるかもしれません。完全に停止ですが、最後の信号を抽出できます。彼らはここの情報ハブを修復しました。トンネルの中です。確かめてみましょう。エリア全体のマップです。ワープドライブを見つけさえすればどんな惑星や衛星にも飛べます。例外もありますが、唯一の希望は船を見つけた場所です。戻りましょう。戻ってきましたね。ワープドライブをスキャンします。悪い知らせです。すでにフォーロンの支柱にあります。準備はよろしいですか？壁の中です。あなたが倒したのはアルコンです。これでフォールに打撃を与えました。ワープドライブも手に入ったので月に飛べるようになります。預言者の元へお連れします。Thank you.
かつて我々が強大な力を誇っていた時代があった。遠い昔の話だ。トラベラーが目覚めて声を発するまで私が代弁者を務めている。聞きたいことが山積みだろう、ガーディアンよ。最後の時を迎えたトラベラーはゴーストを生み出し、武器として使えるものを求めさせた。それがガーディアン。それは我々を守り、トラベラーがもはやなせないことを代わりに行う者たちだ。何が起きたんだ。何世紀も昔に起こった壮絶な戦いについて話すことはできる。いかにしてトラベラーが機能を失ったのか、遥か昔の敵暗黒の力についても多くのことが語り継がれ、町の子供たちを怖がらせてきた。今ではそうした話が語られることもない。だがいずれにせよ子供たちは怯えている。暗黒が再び到来する。今度こそ生き延びることはできない。敵に囲まれています。フォールは始まりにすぎません。どうすればいい。暗黒をふさわしき場所へ。ガーディアンたちが地球や遥かなる地で戦っている。彼らの力となれ、ゴーストが導いてくれるだろう。彼の選択が正しいことを願っている。間違いないと確信しています。運命共同体ですね。